ナグルファーは、スウェーデン出身のブラックメタルバンド。バンド名は、北欧神話に登場する同盟の船、ナグルファルから、ディセクションなどのメロディックブラック勢から影響を受けている。1992年に、イエンス・ライデンとクリストファー・オリビウスを中心に結成。当時のバンド名は、アイインタードであった。その後、ウルフ・アンデションとモーガン・ハンソン、フレドリック・デーガ・シュトロム、 アンドレアス・ニルソンがバンドに加入。この時にはイエンス・スライデンはボーカル専任になっていた。1994年にフレドリック・デイガ・シトロムとウルフ・アンデションが脱退。ドラムにはドラムマシンを用いてファーストでもステリー・トロジェクテをリリース。リリース前に原バンド名のナガル・ファールと改名した。1995年に マテアス・ホルムグレンが加入し、セカンドでも、v r ナガル・ファール、ファック・ユーをリリース。そして、ロング・アゲイン・レコードと契約。ファーストアルバム、ビートラをリリースしデビューした。リリース後、マテアス・ホルムグレンが脱退した。サポートドラマーとして、モーガン・リエが参加し、1996年に、サードでも、メイデン・スローターをリリース。1997年に、 正式メンバーとして、マティアス・グラーンが加入。1998年に、ウォーミュージックから1ステップ、ウェン・ウォータム・ストームズ・カム、セカンドアルバム、ディアボリカルをリリース。同アルバムは、日本でもトイズ・ファクトリーからリリースされ、日本デビューを、果たした。この時、ファーストアルバム、ビートラも同時に、リリースされた。2000年に、モーガン・ハンソンが脱退し、 マーカス・ノーマンが加入。レーベルをニューハウエンレコード、センチュリーメディアレコードに移して、2002年に、セカンド EP、エクス・インフェリースをリリースし、2003年にサードアルバム、シェオルをリリース。フィンランドヘルシンキ公演2005年に、オリジナルメンバーのイエンス・ライデンが、学業を理由に、梅尾からストックホルムへ引っ越すことで、バンド活動を継続することが難しくなった。 クリストファー・オリビウスがボーカルを兼任して、ホースアルバム、パリアをリリース。その後、一時期サポートドラマーとして在籍していた、ボーガン・リエがベーシストとして加入したため、クリストファー・オリビウスはボーカル専任になった。2007年にフィフスアルバム、ハーベストをリリースした。それからしばらく音沙汰がなかったが、2011年12月に、マティアス・グラーンが脱退していたことが発表された。 また、新アルバムをレコーディング中で空席となったドラマーには、ソイルワークで活動するダークベルビューレンがセッションとして参加することも合わせて発表された。2012年にシックススアルバムテレスをリリース。日本ではトゥルーパーエンタテインメントからのリリースとなった。この年のライブではメンバー不在のパートにアレックス・フリベリとエフライム・ユンツネンがサポート参加した。 2020年セブンスアルバムシュクラースをリリースありがとうございます